じっと見てるんだろう。旅人、瞬間、変な空間に引きずり込まれたんだよな。あと、でっかいイクトミ竜も見たぞ。
あ、さっきのイクトミコリュウだ。どこかに案内しようとしてるみたいだぞ。冒険者なら絶対真相を突き止めなきゃな。にぎやかなんだな。焦らないで、もうちょっと待ってみましょう。どうしよう。長年ギャングをやってきた経験から言わせてもらうと、使い慣れない武器を手元に置いとくのって丸腰でいるよりはるかに危険なの。旅人が来ればきっと全部良くなる。おーい、オルル来たぞ。あ、旅人パイモン、こんにちは。オイラたちに用があるって聞いたから飛んできちゃったぞ。そうか、なんだか胸が温かい。これが幸せなのか。うえ、急にどうしたんだよ。君たちは真の友達だ。うちの野菜も君たちに会えたらきっともっとよく育つ。どういうことだ。君たちを褒めてる。人は褒められると喜ぶと聞いたんだが、嬉しくなったか。バレてしまったか。そうだ、今はまるでうまく蜜を作れない蜜虫のように困っている。僕の前にばあちゃんが立ちはだかっているんだ。
ああ、知っているだろう。ばあちゃんは天才だ。天才はいつも他人の道を塞いで絶望させる。しかも僕はその孫だ。きっと僕には他人の何倍もの絶望が降りかかる。これで分かってくれただろう。だからお願いだ、ばあちゃんを何とかしてくれ。一体何があったんだよ。深刻そうってことしか分からないぞ。どうしても君たちを味方にしたい。ばあちゃんを何とかできる人がいるとしたら、それは。そのまさかだ。僕が最初に思いついたのはばあちゃん、君のことだ。ばあちゃん、前にそう呼んで叱られたが、もう一度呼ばせてくれ。僕は君は何か違うと感じた。ばあちゃんの君への態度も他とは違う。出会ってからの出来事がそれを証明している。シトラリを何とかできる40のものというウォーベンがあったら、君はきっと一番目に描かれる。他に39人もいるのか。他の人も全員旅人だ。39人の旅人。お願いだ、僕を助けてくれ。本当に大事なことなんだ。今は暇そうに見えると思うが、実は進む道について悩んでいる。ばあちゃんが道を塞いでいて、僕は前に進めない。だが君たちが来てくれたから、もう進んでも大丈夫なはずだ。それに時間は待ってくれない。知っての通り、ばあちゃんが好きなのは娯楽小説、たくさん酒を飲むこと、寝ることだ。君ならこれをうまく利用してばあちゃんをおびき出せるはずだ。つまり好きなものでシトラリを釣って、お前の相手をする暇をなくそうってことか。その通りだ。ちゃんと準備して言うことも考えておいた。ばあちゃんにこう言えばいい。親愛なるシトラリ、蜃気楼戦記の最新刊とオルツイ城事件簿の特別番外編を持っている。一緒に読まないかと。君がまいた餌なら、ばあちゃんはちょっと建前を並べた後、何か理由をつけて食いつくはずだ。適当に言ってるだけだろ。うまいこと言ってその気にさせようとしてることくらいオイラにだってわかるぞ。それは違う。ばあちゃんは口には出していないが、旅人に一目置いているのがわかる。そうなのか。ウルルンが焦ってるのはわかるし、まあシトラリとちょっとおしゃべりするぐらいならそんなに大変じゃないよな。引き受けてもいいぜ。ああ、まるで野菜に水をやるのと同じくらい簡単だ。うちの野菜たちがここにいてくれれば。ああすまない、野菜の話をしている場合ではなかった。どうか僕を信じて一緒に来てくれ。君がいればきっと全てうまくいく。
ばあちゃんがいない。僕が入れないようにあの洞窟の入り口に立ちはだかっていたのに。道を塞ぐってそのままの意味かよ。てっきり比喩だと思ってたぜ。一つの段落に比喩を2回使ったら娯楽小説として二流だとばあちゃんが言っていた。僕は二流にはなりたくない。おい、今自分のことを娯楽小説に例えてたよな。さっきのも入れてもう2回比喩を使ってるぞ。え、あ、しまった。おう、ストラリが譲ってくれたみたいだな。あらルン、今なら何でもできるぜ。そんなにうまくいくはずが。ばあちゃんはそう簡単に僕を捕まえるのを諦めてはくれない。洞窟に入ったらばあちゃんの監視の術で見つかるか罠にかかるはずだ。そうだぞ、しかも罠まであるのかよ。お前また前みたいに変なこと考えてないよな。僕はただ人を助けたい。だがばあちゃんはそれを許してくれなかった。助けるって、何があったんだ。試しに先に入ってみてくれないか。今はまだ問題なさそうだけど、時間が経てば経つほど危ない人はもっと危険度を増していく。お前はどうするんだ。僕はばあちゃんの罠にかからないようにしばらく入り口で待っている。罠があったらこっちがかかっちゃうじゃないかよ。それは心配ない。ばあちゃんの罠は旅人のことを識別できるから君たちに手を出したりはしないと思う。ああ、僕はうちのミツムシに君の偉大な実績を話してきた。ばあちゃんも同じように罠に話してるはずだ。お前と一緒にするなよ。とにかく頼んだぞばあちゃん。誰か困ってるならとりあえず中に入ってみようぜ。オロロンはああいう風に言ってたけど、やっぱりちょっと警戒しとこうぜ。オイラたちを識別できるって本当なのかもな。うわっ、見ろ、あそこに誰かいるぞ。おい、しっかりしろ、聞こえるか。寝てるのか。いや、病気か。もしかしてこいつがオロルンの言ってた助けを待ってるやつなのか。ここもなんか妙な感じだぞ。何をするところなんだ。うーん、オロルンを呼んでこようぜ。あいつならここがなんだかきっと知ってるはずだ。ごめんばあちゃん。ずいぶん立派になったみたいね。本当にごめん。6人の英雄になったから
何をしても許されるとでも思ったの？ねえ、どうしてあの霊感音痴のことに首を突っ込んだのよ。ちゃんと説明しなさい。オラルとストラリー、あはは、戻ってきてたんだな。君たちどうして？ちょっと待って、どうしてこの子たちがいるのよ。さっきの怖い顔見られてないよね。私のイメージが。あ、はい、こんにちは。さっきはオラルンとそのごっこ遊びをしてて、娯楽小説の人物になりきってセリフを言うものよ。だからさっきのはどれも本気じゃないの。そうよね、オラルン。え、ああ、ばあちゃんの言う通りだ。旅人もすまない、手伝ってもらおうと思っていたのに、ばあちゃんに捕まってごっこ遊びに付き合っている。遊んでる場合じゃないだろ。ストラリ、オロルン、お前たちここで一体何してるんだ？そいつどうしちゃったんだ？彼はルラ、レース中にアクシデントがあってこんな風になっちゃったの。スピリットを体から離脱させて未知を探求する不術よ。小説にシャーマンが出てきたことない？あんな感じね。問題は彼のスピリットがどこかで迷子になって体に戻れなくなってること。つまり体はここにあるけど魂がないってことか？スピリットは魂とはちょっと違うの。でもまあ単に魂が抜けてるっていう理解でも大丈夫よ。ああ、僕はルラのスピリットを取り戻そうと。このルラが普通の人なら何も言わないし、オロルンを止めたりもしない。でもルラが霊感音痴ってことが問題なの。霊感音痴？霊感、つまり霊的なものを感じ取る力が全然ない人のことよ。自分の周りのスピリットを感知したり操ったりもできないし、関連する符術も使えないの。そんな人が何らかの方法で符術を無理やり使おうとしたら、君の目の前にいるルラみたいになるのよ。名園の主の符術はスピリットと密接に関係してるし、問題を解決する方法もそう。だから霊感音痴に普通の治療は効果なしなの。そういった人たちの符術に何かしらのアクシデントがあったらほぼほぼ助けようがないの。助けようならある。魂のことなら僕には。もう分かったでしょ、この子が何をするつもりなのか。オロル、お前自分の体質を利用しようとしてるのか？でもそれって危ないんだろ？ばあちゃんは心配しすぎなんだ。体はもう問題ないし、安全な方法も見つけた。この方法でしかルラのスピリットを取り戻せないと思う。そんなこと絶対考えないで。ルラのためにどこまでするか私がわからないとでも？まったく、本当に考えなしのアンポンタンなんだから。オロルンは確かに人を救うためなら自分を顧みないタイプだよな。ストラリも心配性だし、どうすればいいんだ？僕はアンポンタンでいい。君たちの応援さえあれば僕はルラのスピリットを連れ戻せる。ちょっと、ばあちゃんを何だと思ってるの？孫の出番なんてあるわけないでしょ。もちろん私にだって方法はあるんだから。お、本当か？え、ばあちゃん本当にまだ手があるのか？頭の悪い方法だって通用すれば何だってありよ。この悪ガキ、
本当にいつも手を焼かせてくれるんだから。旅人、元から君に連絡するつもりだったの。私の方法は大規模なものだから、君の手伝いが必要かもしれないのよ。じゃあちょうどよかったな。オロルンが先に声をかけてくれてたんだ。二つの方向から攻めてみましょう。一つ目はしらみつぶしに探すっていうおバカな方法ね。ルラの周りに八神の国に通じる教会の門を描いたの。これを教会の門を起動したら付近をさまようスピリットが引き寄せられるから、運が良ければその中にルラのものがあるかもしれない。前と同じようにしばらく君に力を分け与えて霊視を共有する。でもそのためにこの脱魂の航路を使わなければならないの。忘れないでね。前みたいな事故はもう起こらないから安心してちょうだい。八神の国に行った時みたいに霊をたくさん見かけることになるはずよ。それを全部集めればいいの。その後の見分け作業はオロルに任せて。この子が関わるって決めたんだから一番大変なところを任せましょう。スピリットが自然に集まる性質を利用するの。霊視は一般的に何らかの謎を探るのが目的よ。ルラが知りたがってたことが分かったら彼のスピリットを引き寄せられるかもしれない。ルラの体を媒体にして霊視すれば多少はその考えを読み取れるはず。なるほど、なんとなく分かった気がするぜ。一つ目の方法は大きな網でなるべくたくさんの魚を取る感じで、二つ目の方法は餌で魚を釣るみたいなことだよな。オロルンがお前を娯楽小説で釣ろうとしてたのと同じだ。パイモン、それを今言わなくても。はあ、この後でお仕置きよ。でもばあちゃんはすごいな。人間を媒体に霊視するなんて。ずっと物しか使えないと思っていた。ふん、ゴマをすっても無駄よ。スピリットを失った人間の体なんて抜け殻と同じ。物と大して変わらない。旅人、あそこにあるのは私のスピリットの織機よ。私が霊視した断片的なものを記録できるの。私が霊視を始めたら、それにウォーベンをセットしてちょうだい。準備ができたら教えてね。すぐに始めるから。準備はいい？スピリットの織機の使い方は簡単よ。わかった。準備はいい？スピリットの織機の使い方は簡単よ。こういうの初めてかもしれないけど、君ならきっとうまくできるはず。
ぞ。これは人間みたいだな。こいつ誰だ。サンハジ・コンポレ。え、それって前にオロルンの孤名から出てきた英雄のサンハジか。ええ、彼は英雄であるだけじゃなくて、名園の主の歴史の中でも有名な教会士でもあるの。今から500年前に亡くなってるけど、残ったスピリットはかなりのものね。補足させてもらうが、教会士はすごい称号なんだ。ばあちゃんみたいに優れた人じゃないと授かることはできない。それは間違いね。力ある教会士は八神の国の教会を拡張させ、一時的にではあるけど、八神の国の一部を現世に降臨させられるの。ばあちゃんの教会巫術も弱くはないけど、サンハジに比べればまだまだね。伝説によると、500年前の神社界の戦いでサンハジの巫術は猛威を振るったそうよ。小さな八神の空間を召喚し爆発させ、漆黒の災厄を退けたとか。強すぎないか。もちろん代償を払わなくてはいけない。私の知る限りでは、サンハジ以外に部族連合軍のリーダーのテノッチも自らの命を代償にしたと聞いてる。まったく、ルラは一体どういうつもりなの。私だってサンハジコンプレの霊視なんて気軽にはできないのに。この霊感音痴ったら、無知だからこその行動なのかしら。なんだか厄介な問題を抱えてそうね。ルラの家に行ってみましょう。何か手がかりがあるかもしれない。霊を集めるのは別に構わない。運よくルラのスピリットが見つかれば手間が省けるし。でもまた問題が一つ増えたみたいね。サンハジコンポレを霊視したせいで周りの魔物に気づかれたかも。旅人、もし時間があったら魔物たちが通行人に危ないことしないように静かにさせてきてくれないかしら。そんなの僕がやる。やめときなさい。旅人はもう十分大変なんだから。君を助けるために旅人に迷惑かけたなんて聞きたくない。わかった、頼んだぞ。
はこいつのスピリットを探すのが最優先だからな。任せてくれ。それじゃあお願いね。また後で。みんな、調子はどう？ああ、ばあちゃんか。いい知らせはなさそうね。ばあちゃんは何でもお見通しだな。旅人が霊をたくさん集めてきてくれたけど、ルラらしきものはなかった。ま、その顔を見ればね。気にしないで。しらみつぶしにやる方法は大変だし、そんなものよ。ルラの状態は安定しているけど、このまま待っていても良くならない。こっちは少し進展があったから安心して。ルラのご両親によると、この間彼にある友人ができたそうなの。それからというもの、出かけたら何日も戻ってこないことがよくあるみたい。ご両親が内緒でその後をつけて行ってみたら、例の友人と何かをしてたのを見たって言ってた。そうよ、谷中という男で、服装から察するに稲妻の人みたいだったって。谷中さん、これでいいかい？古書ネバナンダ知識によると、アレルギーには厳寒さ療法というものがある。過敏の逆、鈍感、つまり霊感音痴にも使えると思わないか？お前はかわいそうなことに霊感が全くない。だがそんなお前でもスピリットに多くさらされれば改善するのではないだろうか。これは俺流の減感作療法、いや増感作療法だ。本当に大丈夫なのか？霊感音痴のお前のことだ。無理やり符術を使えばどうなるか俺よりよく知っているんじゃないか。どうするかはお前次第だがな。わかった。
もう一つ質問があるんだけど、谷中さんはどうして僕を助けようとしてくれるんだ？僕みたいな奴は部族での地位も低いし、まともな恩返しもできないのに。恩返し？俺の顔をよーく見てくれ。なんて書いてある？なんて？優しい。え？そいつがルラの体質を変えようとしてたってことか？なんで稲妻人が。ぶっ飛んだ発想だな。本当に聞くのか？ルラの今の様子だと失敗したんだろうな。遠い昔部族で行われてたこともあるけど、成功率が低い上危なすぎるからだんだん禁止されるようになった方法ね。それに谷中の目的はそう単純なものじゃないはず。ルラのアクシデントの後、そいつは姿を消してるんだもの。ルラのご両親からもらった住所を頼りに二人のたまり場に行ったけど、そこには明らかにスピリットが残ってた。するとこんなのも見つけたの。それはかけらよ。武器や儀式の道具のね。君もわかるでしょ？かなり古いものだけど、スピリットが多く残ってる。ルラはきっとこれを媒体にしたのよ。あの霊感音痴がどうして霊視できたのか、これで説明がつく。待って、この感覚なんか懐かしい。僕のコメと関係がありそうだ。オロルンのコメ？それってコメのかけらなのか？いや、先代のコメの持ち主が残したものだと思う。気になってムズムズしてきた。早速これを媒体に霊視しましょう。じゃあ前と同じように旅人がスピリットの織り機を使ってストラリの見たビジョンをウォーベンに記録すればいいんだな。いいえ、今回は旅人じゃなくてオロルンに任せる。どうして？保険よ。君はスピリットについて旅人よりもよく知ってる。これがサンハジの遺物なら、もしものことがあったとしても君ならうまく対応できるはず。わかった。ほら言っただろ、パイモン、ばあちゃんは旅人に一目置いていて危ないことから遠ざけるんだ。孫の扱いは雑なのに。この子ったら何ブツブツ言ってるのかしら。なんでもない。ばあちゃんもう始められる。それじゃあ始めましょう。できたんだな。これは壊れた弓が燃えてるみたいだぞ。見ろ、弓の一部が欠片と少し似ていないか。ほんとだ、弓の持ち手の部分が。ばあちゃんの家のウォーベンでこの弓に似たものを見たことがある。ええ、これはサンハジが神社区会の戦いで使った弓よ。この欠片は本当にサンハジの遺物のようね。さすがサンハジだ。遺物のスピリットは不安定だが、さっきは何ともなかった。旅人なら記録をしても大丈夫だったと思う。さすが英雄って感じだな。残
残されたものが後世の人にこんなに影響を与えちゃうなんて。あの谷中ってやつの目的は本当に霊感音痴の治療なのかしら。別に何かある気がするのよね。それはオイラも気になってたぞ。さっき弓の絵を見たけど、あ、まさかそいつ他のかけらを探してるのか。三端のものとはいえもうバラバラだから全部集めても大して役には立たないだろう。それにどうしてわざわざ霊感音痴を選んだの。やるだけ無駄なのに。あ、今ルラが動いたぞ。どれどれ、ルラのスピリットがさらにかけらに集まり出してる。ってことはばあちゃんのやり方は間違っていないということだな。確かにルラのスピリットが引き寄せられている。それなら彼の体とこのかけらを媒体にしてもう一度試しましょう。頼んだばあちゃん、僕も頑張るから。君もやりたくてうずうずしてきたの。交代で一回ずつ、そしたら公平だろ。安全性は確認できてるから危険はないはずだ。うん、わかった。旅人がそう言うなら準備できたら行ってちょうだい。準備はいい？ええ。地図？どこのだ？これはまさか神社界の。神社界？私の知る限りではあの戦いの後神社界は荒れ果てたところになった。ううん、あの戦いがあったからこそあそこは神社界になったのかも。魔物と戦士が灰となって戦場を埋め尽くした。時にはどこからともなく恐ろしい叫び声が聞こえる。時には天まで届くほどの炎が叫び声を飲み込むこともある。あそこの未知の危険と秘密は数百年もの間自分の力を証明したいトップレベルの冒険者たちを引き寄せた。でも彼らのほとんどが戻らなかった。だいたい 2,30 年前だったかしら、神社界の異変に気づいた人がいたの。山のように巨大な黒い生き物が移動してるのを見たそうよ。でも突然そこ一帯が全て消えてしまった。何が起きたのかは誰にもわからない。謎に満ちた伝説の地はこうしてなくなったの。消えただって？ええ、私の記憶が正しければ
人弱界が消えたのは、まさに、この地図が示すところなの。ナタの一番西、すべての部族から離れたところよ。昔は、一般人が集団で暮らせるようなところじゃなかった。人弱界が消えて、ようやく人が住めるような場所になったの。って言っても、どれも聞いた話だから、私も行ったことはない。人はそういうものよ。年を取っていくと、冒険心が薄れていく。ばあちゃんは遠出が面倒なだけだろ。待って、スピリットが集まりだした。かけらとオーベンに向かってきてる。お、ルラの体がまた動いたぞ。今度は激しく反応してる。もしかして人弱界の場所が知りたかったの？僕も感じる。スピリットが集まってこっちに近づいてくる。鳥肌が立ってきたぞ。聞いたみたいね。じゃあもうルラを起こしていいか？今日はまだダメ。スピリットを体に戻すのって水を瓶に入れるみたいに簡単にはいかないの。儀式用の剣を用意して他の準備もしないと、だいたい2日くらいかかるかしら。でも安心して、スピリットがもう戻ってきてるからあと一歩よ。じゃあまた2日後に会いましょう。
な集まったみたいね。よし、トナリー。族長から儀式用の剣を借りてきたの。これがないとできないことがあるのよね。今日何をすべきかちゃんと覚えてるでしょうね。もちろんだぜ。ルラが目覚めるのを待つんだよな。起きたら一体何があったんだって問い詰めてやるぞ。僕もばあちゃんに言われた通り必要なものを全部用意してきた。バッチリね。おしゃべりはこれくらいにして始めましょう。ひされし煙のうちより捧げ奉らん。月なき夜には星々を。風のなければ夢の花輪を奉らん。死の主に捧げ奉る。落ちよ落ちよ、ただ落ちよ。三度帰りてまた三度。うえ、なんかの呪文か。急に寒くなったぞ。何か来るのか。静かに。ばあちゃんを邪魔してはいけない。我ら祭祀たる王の末、遠き昔の契りに寄りて夜の帳を引き裂かん。我シトラリがここに継ぐ。我が名はアークルバティ。我は末地の主なり。見ろ、ルラのスピリットが戻ってきた。体に向かってる。水石の刃を持ちて夜の帳に突き立てん。未だ亡者にあらぬ魂を我が名に置いて追放す。ルラよ、我が命に従いて炎天の大地、汝の道へと戻れ。うまくいったのか。あれ、ここはあなたたちは。おお、クラスママじゃなくてシトラリ大祭司様、どうかお許しを。このガキンチョ、自分が何をしでかしたのかよーく分かっているようね。あとちょっとで戻れなくなるところだったのよ。自分を抜け殻にしてそんなに面白い？申し訳ありません。罰を受けません。あら、本気かしら。なら早く家に帰って両親に別れを告げることね。こういうのよ、父さん母さんさようなら。抜け殻としての人生が楽しいから石像になって100年間グラスバーバの家の門番をするんだってね。嫌です。本当にすみませんでした。助けてくださってありがとうございます、シトラリ大祭司様。ふん、お礼は孫に言ってちょうだい。この子が異変に気づいてなかったら首を突っ込まなかっただろうし。礼はいい、ルラ。口ではああ言っているが、ばあちゃんも僕たちも責めたりしない。君は騙されたんだろ。悪いのは全て谷中ってやつだ。いや、谷中さんは関係ないよ。僕がやってみたかったんだ。うえ、スピリットが多く残ってるものを媒体にする方法を教えてくれたのは確かに谷中さんだけど、やるって決めたのはこの僕だ。あの人は僕を騙したりなんてしていないよ。ごめん、全部僕のせいだ。はぁ、かなり洗脳されちゃってるのね。じゃあ、あのかけらはそいつが持ってきたものなのか。ああ、神社界と関係のある宝物だと言ってたよ。どう見てもお前を利用してるじゃないか。そんなのお前に霊視をさせるために決まってるだろう。でも僕は霊感音痴だから何の不術も使えない。そんな僕をどうやって利用するんだ。僕みたいな人はただ座って瞑想しても一生スピリットを感知できない。でも谷中さんは別の方法で無理やり不術を使えるようにすれば、例えば自分に大量のスピリットを浴びせればそれを捉えるチャンスがあるかもしれないって。だから。そんな方法無茶だろう。シトラリがいなかったら本当
ごめん、本当に申し訳ない。でもみんな才能があるのに僕だけ何もできなくて、僕はただみんなと同じになりたかっただけなんだ。気持ちはわかる。大して努力しなくても立派なキャベツになる種もあれば、どれだけ頑張っても芽が出ない種もある。理由は僕もわからないけど、多分それが人生ってやつなんだろう。どうにもできないことはたくさんあるんだ。こんなことを言っても役に立たないかもしれないけど、でも受け入れるしかないんだ。ひとまずお話はここまでにしましょう。まずはマトーラのところで検査してもらわないと。スピナビロースラのロゴマークはママがデザインしたんだよ。私すごく気に入ってるの。大丈夫だ。これといった問題はないね。ただ腹が空いてるだけだから、帰ったらたくさん飯を食うといい。よかった。脱根状態が長かったことで体の一部が壊死したという話も聞いたことがある。心配していたぞ。怖すぎだろ。ああそうだな。ルラ、これまで君のことはよく知らなかったが、とにかく無事でよかった。オロル、あなたは僕のことを知らないと思うけど、僕はあなたを知ってるよ。シトラリ大祭司のことも、旅人とパイモンのことも知ってる。おいらたちのことも言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、みんな僕の憧れなんだ。でも僕にはあなたたちを見上げることしかできない。だって霊感オッチなんだから仕方ないだろ。見向きもされないのはもう慣れっこだから、気にしないでくれ。助けてくれてありがとう。オロル、あなたの言う通り、これが人生なのかもしれない。これからはみんなに迷惑かけたり、危ないことしたりしないよ。ルラ。慰めはいらないよ。ちょっと。何言ってるの？ちゃんと私を見なさい。おい、ストラリ大祭司様、どうかされたんですか？よーく見るのよ。何かわからない？何を言っているんだ、ばあちゃん。旅人、ストラリの顔にも優しいって書かれてたりしないよな。あれ、なんか気のせいかもしれないけど、シトラリ大祭司様が透けて見える。いや、
きっと気のせいだ。僕にわかるわけが。待て、これは僕が使ってた符術だ。ばあちゃんの本体は僕たちとだいぶ離れてる。いつの間に。見えたでしょ、君はスピリットの異常に少しだけ気づけたのよ。おめでとう。本当ですか。でもどこに行ったんだ。バカね、釣りに決まってるじゃない。洞窟に設置した罠にかかったやつがいるの。あの谷中ってやつよ。なんだって。詳しい話はまた後で。洞窟に来てちょうだい。逃げ上手みたいね。あの子たちを納得させる理由を考えないと。ストラリー、谷中を捕まえたのか。洞窟にはばあちゃんだけだ。捕まってないみたいだな。私がわざと逃がしたの。でも体にはマークをつけて、この近くに現れたらすぐに追跡できるようにしてあるから。なるほど。洞窟を離れたふりをしてこっそり待ち伏せしようとしたんだな。おお、こないだオロルンを捕まえた時と同じ方法だな。でもストラリはなんで谷中が来るって分かったの。神社界の地図と弓のかけらをわざと机に置いて餌をまいたのよ。それが谷中の目的かもしれないからね。私たちが離れてしばらくしないうちに罠が発動したの。え、本当に罠があったのかよ。もちろんよ、君たちには反応しないようになってるけど。ほら、言っただろ。谷中さん、本当に僕を利用してたのか。神社会の情報が欲しかっただけなんだな。ええ、どうしてあいつが欠片を拠点に残したのかずっと気になってたの。神社界の場所の情報を手に入れた時、かけらはただの餌だったって分かった。ルラは絶対に問題を起こすし、部族もルラのことを放っとくわけがない。つまり必ず誰かが助けにやってくる。なるほど、あいつは本当に釣りをしてたんだな。実力者をおびき出してかけらを霊視させるために。ええ、そして引っかかったのは。ごめん、僕だ。それにばあちゃんも。この私は君のためを思って。とにかく谷中は狡猾なやつだ。そして一番リスクの低い方法を選んだ。確かに、もし直接ストラリを訪ねてたら一発でバレるもんな。お、
がしとらり、なんで谷中を逃がしたんだ？だってあいつって逃げるのが上手でしょ。捕まえておくためには全力を出さないといけない。でもこの場所で騒がしくすると何かと不都合なの。もしかして場所が悪かったか。ごめん。最初はルラを助けるためにあえてスピリットが比較的多い場所を選んだんだ。だから狂気の賢者の縄張りにした。狂気の賢者？そう、壁の向こうにいてね、起こすと面倒なのよ。それで一旦手を引いたの。それでもいいお知らせもあるのよ。地図とかけらは全部取り戻した。私だってやるときはやるんだから。よかったぜ。谷中は何にも持っていけなかったんだな。ただ悪いお知らせもあって、多分あいつはもう地図を見ちゃったのよ。神社界が消えたところは別に秘密じゃないけど。ちょっと心配だな。まさかそいつ何か企んでるんじゃ。安心して、行方はちゃんと追っておくから。それとルラ、もし君さえよければ地図とかけらを旅人にあげたいの。この子のこれからの旅に役立つかもしれないから。もちろんいいとも。旅人がもらってくれるなら文句なんてないさ。どうせこっちはみんな興味ないもの。それにもし本当に神社界の場所を示してるなら、君みたいな冒険者は絶対見逃せないでしょ。これはあくまでグラスバーバの勘だけどね。あのストラリ大祭司様、もう一つ聞いていいですか。僕は今でも霊感音痴なんでしょうか。なーに寝ぼけたこと言ってるの。君はちゃんと私の現実に気づいたでしょ。わざと見破られるようにしたとはいえ、霊感音痴にわかるようなものじゃないの。オロルン、時間があったらこの子にいろいろ教えてやってちょうだい。どれだけ吸収できるかはルラ、君の実力次第よ。よかったな。人生って本当に不思議だ。前に進み続ければいつかは肥料に出会えるかもしれないんだから、僕は嬉しいよルラ。これからは一緒に頑張ろう。僕も君も立派なキャベツになれるといいな。ん？何？これから儀式で使った剣を族長に返しに行くの。他のものは一旦ここに置いていくけど、もし興味があるなら好きに使ってちょうだい。え？どういうこと？どうして私がそれを好きなのを知ってるの？まさか私のことずっと見てたとか？ううそんなのありえない。きっとオロルンがバラしたのね、あの子ったら。私の好みを覚えててくれたの？え、本当に？別にわざわざ覚えるようなことじゃないし、重要なことでもないけど。でもこれって誘ってくれてるのよね。え、どうしよう、どうしよう。どう返事したらいいの？ご飯。わかった、用事の後に時間があったらね。
いろいろとありがとう。もし君がいなかったら、もっと大変なことになってたと思う。これをあげるよ。僕が育てたんだ。気に入ってくれると嬉しい。旅行に行きたい。どこに行くかなんてどうでもよくて、ただ友達と遊びたいだけなんだけどね。